マールスフェルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に、属す、町村である。この町は、古田川に面している。マールスフェルトは、北は、フェルスベルクと、メルズンゲン、東は、モルシェン、南は、クニュルバルト、西は、ホムベルクと境を接する。自治体としてのマールスフェルトは、バイゼフェルト、ダゴベルツハウゼン、エルファースハウゼン、モースハイム、 マールスフェルト、オストハイム、ジッパーハウゼンの各地区からなる。バイゼフェルトこの収録の最初の文献上の記録は1348年のベーゼンモールテという記述であるが、収録の成立は8世紀と推定されている。1603年にベーゼンフォートはフィリップ・フォン初来の霊園となった。カッセルとヘルスフェルトとを結ぶ古田川の水運は、 リンネルオリアートのカゴ作り同様、1870年頃まで、この集落の重要な収入源であった。かつては、保養地で、ルール地方からも労働者がしばしば訪れた。企業は、従業員が保養のためにこの町を訪れることを、奨励していたのである。このため、夏季には、町の人口よりも多くの保養客がこの町を訪れた。見どころは、 バイゼ川川口のボートハウス、カゴサイク博物館、歩行者及び自転車用の古田川を渡る、ロープウェイである。ダゴベルツハウゼンダゴベルツハウゼン伝承によれば、ダゴベルツハウゼンの名前は、フランク王ダゴベルト一世に由来するという。彼は631年にこの地で、ベンド人を打ち負かしている。しかし、この地名が公式に使われるようになったのは、 1747年からである。それ以前には、ダベル出身、ダガボルデッサス、タブルド出身といった表記も、慣例的になされていた。ダゴベルト一世は、この地に教会を創設したとも言われている。現在は、1400年頃に建設された、防衛教会が広場に面して建っている。エルファースハウゼン・エルフアースハウゼンは、1253年に、 その集落全域がフェルスベルク博からブライテナウ修道院に寄贈された際に初めて文献に記録された。宗教改革後、この集落は宝白寮となった。1770年以降のエルファースハウゼン国有地はダゴベルツハウゼンの一部をも包含していた。この国有地は1971年に廃止された。 市町村再編の一環として、エルファースハウゼンがマールスフェルトに合併したことが、その後の大きな、マチソン・マールスフェルト形成の始まりであった。ライプツヒト・フランクフルトとを結ぶ、通称路ゼルツァーベクがエルファースハウゼンの北部を通っている。エルファースハウゼンの住民の多くは農業に従事している。モースハイム・モースハイムは1974年に成立した。 マルスフェルトの町で最も古い集落である。この集落の人口は約480人であるが、新興住宅地によりさらに増加している。近代的な下水道網が整備された後、多くの通りが刷新された。ヘッセン州の村落再生プログラムに伴って、林田広場に泉が設けられ、記念碑が新しい広場に建てられ、 緑地整備により集落は予想を新たにした。この集落には約30社の企業や小売店がある。モースハイムの中心部の風景は、専業農家は残りわずかとなったにもかかわらず、ひなびた農家の建物によって形成されている。空の旧社は、馬の愛好者たちが実際に使用している旧社よりも多くなっている。 モースハイムの人々の社会的、文化的生活は、農民婦人会、マナバト会、モーゼンベルガーボースポーツクラブ TSV オストイコールモース、郷土協会などが担っている。消防団は訓練、休憩施設を有している。公民館は、家族の祝い事やサークル活動、様々な集会などに利用されている。モースハイムの歴史、地名の語尾に、ハイムがついていることは、 この村落が400年から800年頃に成立したことを示している。おそらく500年頃から北部ヘッセンを支配し、ガウの首をビューラベルクを中心に組織化されたフランク人によってこの村落は建設された。ヘルスフェルト修道院の文書ブリビー・アラム・ラリーの中にマゼハイムという表記で初めて記録されている。まずは食事を意味する。 ヘッセン州立文書館は、この記述が、ヘルスフェルト市教、ルルの亡くなった年になされたと推定している。これに基づき、モースハイムは2011年に1225年祭を開催した。さらに、コーデックスエヴァーハーディの中のヘッセンナウから、古田修道院への寄進状にもモースハイムが記録されている。この寄進状は、ラトガールが修道院長だった時代のものである。 この村落は、1266年には、マーシーム、1376年には、モスヘイム、1428年には、マスハイム、1600年には、モスハイムと表記されている。1194年にヘルスフェルトの修道院長、ジークフリートは、ジッパーハウゼンの教会とマゼハイムの支部教会を、ブランケンハイム修道院に寄贈した。1324年、 この村は、コンラート・フォン・ヘーベルを介して、ヘッセンの支配下に入った。1219年から1450年まで、モースハイムには、在京貴族があった。1896年10月26日、火災により村の東部にあった多くの家屋、家畜小屋、納屋や,や穀物倉庫がその犠牲となった。再建された建物の建築様式の違いが、 この火災による被害の大きさを今日まで伝えている。コンクリート製の教会棟が近代的な教会とつながっているが、その背後にある教会の本堂は1500年頃に建設された後期ゴシック建築である。この集落の礼拝堂は1174年にはすでに記録が残る。30年戦争で一部が破壊された教会は1752年に増築された。 この教会は1969年に完全に現在の姿となった。1974年からこの町には墓地礼拝堂が設けられている。1992年にモースハイムでカトリックの神事が行われた。カトリック神社らは45年間かつてのダンスホールで集会を行っていた。マールスフェルトマールスフェルトは人口から見て この町で最大の地区である。町役場もこの地区にある。この集落は、フェールベルクを挟んでバイゼフェルトと隣接する。オストハイムオストハイムは、1145年から1159年までの間に、初めて記録されている。採石場では、玄武岩が採掘されており、活湛も、露天掘りや坑内掘りによって採掘されている。ジッパーハウゼンジッパーハウゼンは、 ホムベルクとメルズンゲンとの間に位置している。この集落は943年にスイドバーグとして初めて文献に記録され、1142年にはスワイパージヒューシンという表記で記述されている。この地区はブーベンローでの集落を包含している。この集落は1407年に初めて記録されている騎士領であり、 1956年には5県の農家があった。マールスフェルトの町議会は23議席からなる。ヘルベルト・ファウペルはこの町で最初の、そして唯一の直接選挙で選出された町長である。彼は1997年11月30日に選出され、2004年2月15日と2010年2月7日に再選された。 古田川沿いに水浴地を有するキャンプ場がある。マールスフェルトビール、ダゴベルツハウゼンの肉料理。ソーセージ料理、マールスフェルトには、連邦アウトバーンへ7号線のインターチェンジがある。この他に、マールスフェルトと、バエゼフェルトには、鉄道ベイブラカッセル線の近郊鉄道が停車する、駅がある。さらに輸送コンテナ用の貨物駅がある。ありがとうございます。